もう台終わりましてん。可愛かった。さっきも可愛い可愛い可愛いって言って走りながらな、あれ着替えてて、下パジャマやけど。いやパジャマがさ、めっちゃここなんか開いてんねん。シャツみたいな形になってるから、このこうなって襟みたいなから、あ絶対危ないなと思って上だけ着替えました。今日はやゆいちゃんです。なのでメイクします。え、全然それどころじゃないんだけどな、全然勉強しなあかんねんけど、その上明日まであれなんか高校のオープンキャンパスに行こうって誘われたんですけど、お母さんにさすがにテスト勉強したいかもって言って断りました。舞台は見たいやん、二人とも見たいやん、そらな。でもな、一人になったねん。一人になったねん。やばくね。結局何を、え、あのアンジュさんの写真見たら持ってくれてんねんけど、バタークッキーバターサンドやって、なんか差し入れでもらったことあるねん、誰からか分からへんけど、なんかライブの時に多分、おお、そう、買って、お母さんが買っててくれてた、私が学校行ってる間に。たくさん食べるねって言ってたね。そうなの、そうなの、かわいいよね。え、結局一人で食べはったんかな。みんな、皆さんで食べるのか、まんじゅさんが持って帰るのか、どっちでもいいなと思って、そう、あれ渡したんやけど。え、どうなんでしょう。え、オンライン投げた、なんだって。よし。昨日までやもんな。え、もう可愛すぎてさ、しかもな、もうどうしても見たいから、でも最近ちょっとな、またな、視力がな、視力っていうか気にしとらんしがなって思ってたから、この これやったら、これやって遠く見たら若干マシになんねんっていうのを、隣にも前後にも人いるながら、ちょっと髪の毛こうやって整えてる風でやってた。ほら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 、ちょっとな、良好になんねん視界が。だからやってた、それ。感想伝えに行ってんけどな、はってなって、はってなって、なんかとりあえず思い浮かんだのがドラムやったから、ドラムかっこよかったですって言って、で、なんか聞いて、で若干注目になってバイバイってした。申し訳ないです、本当に。違うんですよ、アンジュさんが悪いんじゃなくて、私が話すのが下手すぎるのが悪いんですよ。私がもっと喋れたらもっと話が続くんですけど、ほんまに申し訳ない。違うねん、注目なってんよ、ほんまに。おもろい、えちゃう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 で。ほんまに、ほんまにめんどくさとか思わんといてな、思わんといてなとか言って、違うんやで、ほんまに。わざとじゃないねん、話そうと思ってんねんけどさ、あの出てこへんやん。じゃあ他の人とやったらちょっと慣れてきてんで、その話す感じが。私多分間の取り方が下手なんやろな。え、内股にはなれへんかった、だって足元まで見えてるから、まっすぐ立たなと思ってるもん。アンジュさんがまっすぐ立つからさ、もうそれはまっすぐ立つしかない。声高くなった？うん、高くなった。かわいかった。アンジュさんのさ、ファンの方がさ、斜め前におってさ、しかもさ、その人が声かける前から私分かってて、あ、あの人やってなって、配信も来てくれてるし、お話し会も公演も来てくれてたから、あってなってさ。でも最初に座った人は気づいてなかったよ多分。で、あれ、あの人あれやでなって思ってて、でもう2人目に来た人がなんか手振ってくれて、そうで、やっとその人らも見ててんけど、なんか絶対その人やんって思ってて、ファンの人で、後から終演後に見たらなんか集まってたから、その人らで、ね、だからなんか、やっぱりそうやったかってなった。
めっちゃ来てくれてるから名前まで知っててさ、あの人やってなって、全然知らん人もおった、はじめましての人かわいかったアンジュさん認知、そうやで、え、やばない、今日も一人なんやけど、今日も一人になったんやけどいけんのかないや、電車は昨日より簡単、結局昨日お母さんが送ってくれてさ、あの過保護なんで私あの電車調べてんけど、遅れたら怖いし絶対に遅刻しないでくださいって寝押しされてるからさ、すぐに遅刻できひんからさ行って、帰りだけ電車で帰ってきた、余裕やった、余裕やったから今日も行けるかなと思ったんけど、やっぱり入りは怖いよね、からお母さんが送ってくれるらしいけど今日の方は行けるねん、多分だ、帰ってきたことはあるねん、その電車からけど行ったことがないから反対向きで行けんのかなっていう、方向音痴は反対向いたら分からなくなるんですよ、分かりますこの気持ち、私だけかもしれんけど、可愛かった、みんなまだ見てない人もおるかもしれんもんな、そんな喋られへんな、とりあえず可愛かった、そうやな、お母さん今日も送ってくれるって、いやキャッチいいね、差し入れも買ってきてくれてる、あ、今買いに行ってくれてる、ほんまは2人で違うこと行く予定だったんですよ、で、あのなんか急用かな分からんけど突然の連絡がありまして、お一人で行くこと、全然いいねんけどな、無期懲役って送っといたペンギンのスタンプでで全然いいよってその後に送った、無期懲役だけやったらさ、なんかちょっとさふざけてんのか怒ってんのかわからんくなるかなと思って、ふざけてますよ感出しといた、一緒に行ってあげようかやって、あれお願い、ファンの人ってさ、なんか喋ったらあかんからさ、あ、喋ったらあかんのかもわからんけど、私は喋っていいよスタンスなんやけど、なんか何分からんけどあかんのかなとか思って、なんかめっちゃ気遣ってくれてて、昨日の人もそう、私は基本的にいい感じやし喋ってくれても全然いいよって感じの人なんやけど、そのあパジャマが見えるよこしょ、あまりよろしくないのかもしれないので、ママを見かけた際にはあまり長話は寝ましょう、かけられてないけどな声思いのほか近かってさ、その人らと、あ、おるねーと思って、可愛かったんですね、あ、昨日はどうも、うわ、そうすればかわいかった、もうかわいかったしか言ってない、え、もう可愛かったとこはあんねんけどさ、見てない人もおるかもしれんからさ何も喋られんな、とりあえず可愛かったっていうとこ、めっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった、でもめっちゃ可愛かったってあんまり言われへんかったせっかく時間あったのに、9時間あったのに、え、でもさ、私が厚底履いていってたからか知らんけどさ、割となんかいつもの目線よりさ下な気がしてさ、私より下ってことじゃないで、いつもの目線より下ってことないけど、なんかなんかまた背伸びたなと思って、え、ただあれなんかな、靴のあれなんかな、なんか背伸びたと思って、私目線で気づく、え、どうなんやろ、靴かな、やっぱり見やすい会場でしたよ、割と前まで、それで初めて見たの、やばい、初めてやで、初めてやで、初めてがアンジュさんのパリピコメって伸びたか確認する、おお、あ、確かに、そっか、あ、でもさ握手会やったらあれか、あの
衣装の方写メ買いかなやったらヒール割と高いからあんま確認できんねんな。可愛かった。初めてなんですよ、初めてなんですよ。しかもパリピ孔明なんか知っててん、有名な話かな、よからかな。もうなんか内容何も見んとこうと思って、逆にで後から見返して余韻に浸ろうと思って、この時のアンジュさんかとか思おうと思ってたんやけど、あなんか序盤知ってると思って、テレビでやってたんかな、なんか見た記憶あんねん、そこで見た記憶があるから、そうやねなんか知ってると思って、もう後半は知らんで、最初の序盤の方だけなんやけど、最初の序盤のそうなんですよ、可愛かった可愛かった可愛かったからみんな行ってきて、え、あと明日だけ、うん、で終わりって言ってたっけ、アニメと実写ドラマ、え、両方見ようじゃん。え、歌は知っててさ、あれやったんやな、なんかチキチキバンバンってさ、もう一個のなんかあるやん、なんかもう一個あるやん、あれやと思ってあれは知ってで、今日の朝投稿したやつもあれ知っててん、あ、これってなって、あ、ドラマかっこよかったな、見た、いいよな、待って、左手で操作したらすごい指紋、今日で千秋楽やんな、やんな、やでな、そうですよね、え、なあ一人で行ったの緊張したけどよかった、誰もおれへんかと思ってたって言ってた、なわけ黒島がいますって、そんなここまで、あれは黒島は本当にあれやと思うわ、愛情深いからもう今度からあれにするわ、なんかこれだけは負けないみたいな時に愛情深いって言うわ、ほんまにこれだけは負けへんと思う、いや言い換えたらめんどくさい女なんやけどただ言い換えたらめんどくさい女で、それをいいように言うたら愛情深いってだけなんやけど、そう愛情深いんでだいぶから、そうですよ、行かないわけないですからね、絶対どっちか行くもんな、大阪2回やったら、え、だってさ1人って分かっても申し込んだもん、え、でハイライトどこなんずっと探してんねんけど、え、それで重い女やしめんどくさい女やけど、いいように言ったら愛情深い女やから、2回から、へえ、いいな、よかった、かわい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 かった、愛情深いですからね黒島は。え、初めてさ私のこのめんどくささをさ愛情深いってさ言われた時にさすごいと思って、え、知ってる知ってる、フランス語で天使、フランス語かどうかは覚えてなかったけど天使っていうのは知ってた、だいぶ前になんか聞いた、友達にしたいタイプです、やった、え、一回信じたらめちゃめちゃあれやで、従順やでグッズなくて残念、それはそう、アンジュさんのなんか、え、買って帰ろうかと思ってんけど、なんか本みたいなやつだけやったんかな、分からんけど、なんか本ってなってさ、なんかシールみたいなやつはもらってんけどアンジュさんのじゃなかった、でもそれもなんか主演の人、女の人やって、パンフレット、あ、パンフレットか、かわいかったアンジュさん、かわいかった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 
ね、何言おうと思ったっけ。あ、そう、愛情深い話初めて言ってもらった時に感銘を受けまして、私はそんないい方があるのかと思って、それから私は愛情深い女として生きてますえ、そうやでいや、ものによる。今日はっていうか今回は原作は後派やった。なんかそうやな、どっちを主体としたいかによる。私は主体っていうかなんかどっちをより考えたいかによってなんかどれを先見るかを決めてる。私はなんか本と映画やったとするやん、やったら小説と映画やったら、私は小説の方をもっと連想して読みたいねん。なんか情景とかその人の顔とか服とか声とか全部考えながら読みたい派やねん。だからそれをちゃんと考えたいから映画を後にすんねん。だって映画見てしまったら大体決まってしまうやん、どういう服でどういう顔でどういう声でとかが分かってしまうから、さっき小説読んで映画にすんねんけど、今回は舞台の方をより考えたかったの。このなんかシーンではどういう表現を用いてるのかなとか、なんかそれこそ間の取り方とかなんかちゃんと考えたかったのに、ちゃんと考えてちゃんと入り込みたかったから先にしてんで、原作を後にしたかった。もうそっから考えたらいいから、なのでそうそうそう先に見たんですよ。それでちゃんと楽しみに行ってるからちゃんと楽しむために考えてから行ってるんで。だってある程度決まってしまったらもう面白くないやん。自分で考えたくない、分からん考えたい範囲で。私は眉毛かわいい。え、違うねん。何が違うねん。え、あの月曜日にさあれ行く、まあ、あの松葉と眉毛のサロン行くから今な生え散らかしてんねん。え、修学旅行が近いからさ、その日に綺麗になるようにあの待ってるから伸ばしてるね今。だから極太の範囲めちゃめちゃ広いからあの前髪を上げれないっていう。いいねんけどな、まあ別に誰に見せるわけでもないんでいいんですけど。え、すごいで今生え散らかしてんで。でもまつげはそんな下がってないけど、少ないよりはいいですね。ってずっとな昨日から言い続けてんね。言ってる時と頭の中で言ってる時がある。アンジュさんの可愛い可愛い可愛いって可愛かったもん、可愛かったもん、めっちゃ可愛かった可愛かった、可愛かった。え、余韻たっぷりよ。今日別の舞台見に行くっていうのに余韻たっぷりよ。アンジュさんの時をピークにしな。いやもう舞台行くって決まる前から入れててん。パレット全部使う、うん、2個なんかな。メイクさんがな2個混ぜて使ってて、あの生誕の時2回目の生誕の時になんかアイメイク、いつもそのメイクさんには某メイクさん、あのメイクさんなにやってもらう時はもうフルでやってもらってて目も全部。けど生誕かどうしようかな、自分でやってみようかなと思って、もうこのタイミングで自分でやろうと思って、今日は自分でやりますって言って、アイメイクだけって言ったら、うん、そう言うと思ってたって言って、でアイメイクやってん。でなんかうんって思ってて、でめっちゃこうやって見んの、うーんみたいな感じでめっちゃ見るやん、そんな見やんといてと思って見てて、でなんか上薄ないって言って、この上まぶたが、あら、あ薄いですかって言って、いやいいんやで全然みたいな感じやんってさいいんやでって何と思って、いやおかしいやと直してほしいやんから、じゃあ濃いかなと思ってん。濃いって言われたくなくて若干薄くしてたから、あ薄いや、うんよかったと思って、でやってもらった時にどれ使ったって言われて、この2個見せてん、これ。そうならなんか2個混ぜて使ってたから
を2個使おうと思って、ちゃんとその時に使ってた色を覚えて使ってる。目尻、星が何かによるな。塗るとかやったら塗る。可愛かったな、そうそう、技術を盗むんですよ。のためにいつもそのメイクさんにはやってもらってて、どの色をどこら辺にみたいな、ラメをここからみたいなとかを学ぶためにやってもらっててんけど、その生誕は学ぶよりなんか自分の好きなようにやった方がいいかなとも思ってな。自分にやったっていうわけですよ。愛情深い女の話の続きしていい？別に続きっていう続きなんやけど、もう続きないわ、もう続きないわ。愛情深い女の話したかったけどもう続きないわ。アンジュさんのメイク、え、あのアイラインよな、アンジュさんの形に引いてみようと思ってんけど、昨日なアイラインがさ出えへんくなっちゃってさ、急に。いや今までもそんなちょっとかすっててんけど、出てたからいけるかと思って持ってきたらもう一切出えへんくなっちゃって、カスカスみたいな。だから結局アイライン引かんといった、なんかもうあれやって無理やった。でも触覚は一昔前のアンジュさんにした、このこうこうやってこうやってこうやるやつ。わからんな、写真見たらわかる。あの私の触覚がここら辺まで来てた時にやってたのをここら辺でやった。多分なクリスマスくらいにな、アンジュさんが同じ長さくらいでなやってんけど、またな段数が違うかってな。でもそれを見るほどの時間もなかったから、あの学校終わりでやったから、あらそんなやることもなかったから、前回の巻きと同じで高さだけ変えてやった。今日の髪型まだ決まってないけど、ストレートおろしにしようかなとは思ってる。昨日めっちゃ巻きやったしさ、どうしようかな。巻きでもいいけどな。昨日髪型何やったっけ、あーあれか、マジさん可愛かったな。でもな、なんか申し訳ないねんな話すとき。いや愛情深すぎてさ、私がなんかあの愛されたい人間なんですよ。その上愛情深い人間なんですよ。だからすごい会話が下手になるんですね。あの愛されたいと思うがゆえに、あのなんか気にしてしまうんですよ、いろいろ。だからあの会話がね、なかなか仲良くなりたいと思えば思うほどできないんですよ。だから困ってるんです。そう考えてしまうんですよ、いろいろ。なんかうわめんどくさーとか、あキモーってなるのが怖いから。アンジュさんがそういう人って思ってるわけじゃなくて、他の人でもそうなんやけど、だから喋られへんけど、先輩とか。でも後輩もそう、結局誰でもそう。え、そうやねん。いや変人なんはバレてもいいねん、もう変人やし、いつかバレるし。だから変人はバレてもいいねんけど、なんかなんて言うの、なんて言ったらいいんやろ、生物的に惹かれたら終わりじゃない。なんかなんて言うんやろ、なんて言ったらいいか分からんけど、分からへん、もう黒島の語彙力では無理けど、なんか無理やねん。喋られへんねん、緊張しちゃってね。いや可愛すぎるのもあると思うで、もうちょっと可愛くなくても。でも昨日は割とアンジュさんナチュラルっぽいメイクやったな、ラメとかじゃなくて。まあそりゃそうか、演技もな、可愛かった。いや握手会はほんまに思うがままに喋ってくれた方がいいと思う、あの印象に残りやすいし。そっちの方が、逆に全く喋らんとかの人も覚えやすいと思うで。私はその人一人覚えてる。もうな、お話会来ても握手会来ても一切喋らんとなんてしてる人がおるね。可愛いって覚えてる。
あのそう面白いで逆に覚えれるから。え、そう、語彙力をつければちゃんと話せるのかって思った。私は語彙力ないから喋られへんと思ってるけど、前よりは良くなってるからちょっとは喋れるようになったと思うで。だって1年の時の感情とかを余計にさ、余計にっていうかより喋れるようになったからさ、思ってたこととかを。で割とその話をした時に同じ状況下にいた子が共感してくれるから、あ、分かるんやと思って、やっと分かる言い方にできたんやなって思ったから、あれなんですよ、なんかいけたんじゃねって思ってる。あ、昨日の舞台みたいにアンジュさんにハグしてもらって、あ、昨日の舞台みたいにアンジュさんにハグしてもらっていいですかって、あれめっちゃ可愛かったよな。え、しかもその後のバーって出てくるやつも可愛かった。その後じゃないか、もう一個はとか、めっちゃ可愛かった。バーって出た後の、出た後の、じゃこれ見た人しか分からん、しかもあそこってなんて言うんか分からんけど、バーって出て帰っていく後ろ姿が可愛すぎた。可愛かった、可愛かった、可愛かった。ハグしてもらっていいですかって、おもろ。え、それで毎回事故ってんねん。え、無理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 、アンジュさんはほんまに無理。え、だってさ、アンジュさん好きって言ったの恋愛のが公演で始まる前からやけどさ、だからだいぶ序盤やねんけど、その時はゆうみさんと喋られんかったん。私でもなんかあの次世代ライブの後にゆうみさんと喋れてさ、普通にから、え、喋れるやんってなって、ゆうみさんでも喋れるのにアンジュさん無理なんてなって、自分の中でな。いやでも別に喋れたっていうか普通に会話が続いただけなんやけど、っていうかゆうみさんが話しかけてくれただけなんやけど。そう、あとライブ後っていうのもあったんかもしれん。状況がライブ終わって一段落したで安心してたから話せたみたいなとこもあんのかもしれへんけど、私はその同じ状況、アンジュさんもうライブ終わって安心したっていう状況であってもアンジュさんとそれをできる自信はないから、そうかって、アンジュさんはそれほど緊張するのかって思ってました。え、会話は続けへんかったよ、現に昨日続かなかったんですよ。え、申し訳ないが勝ってしまう。違うねん、え、違うねん、もうそんな気使わんといて、こんなチビにさ、もうそんな申し訳ないんですよ、申し訳なくなるんですよ。え、それで好きになる前やったら全然普通に話せたと思うでけど、もう無理やねん、わかんねん。え、なんかいつもこっちの涙袋気持ち悪いねんけど、ないからかな、こっちはあるからいけんのかな、分からんけど、楽屋挨拶めっちゃ緊張すんで、出てきてくれんねんけど、アンジュさんがドア開いた瞬間さ、あ、もう絶対アンジュさんや、もう絶対アンジュさんが来る気がすると思って、こっち向くか前向いておくかめっちゃさ悩んでさ、こっちから来てん、こっちのドアが開いてん、しかも、え、そう、もうこう開くタイプやでさ、こっち向いてんの、もうこのドアが、だからこっち向いて出迎えるか、こっち向いて出迎えるかめっちゃ迷って、結局ここぐらい向いた、こことここ向くと迷って、ここ向いて出た。全然伝われへん。ここにおってさ、いきなりさ正面見てさ出会ったらさ、おうってなるかもしれんや、かといってこっちから見て、あれどこ見てんねやろってなっても気まずいから、ここら辺見て始まった。可愛かった、あ、どうしようどうしようってなってさ、え、そうやってめっちゃ一瞬で考えててんで、え、もうどうしようと思って、あ、頑張ってた、やっぱり見てた、あの差し入れのやつ渡そうと思って話しててんけどさ、そのスタッフさんにさ、なんて声かけていいんかわからんくてさ、あの方から始まってさ、え、めっちゃいい人やったから助かってんけど、あー後輩ですって言ったらよかったんか、関係者なんですけどって言って、誰やねんってなるくない、え、おもろ、え、もしさ、え、もうなんかおもろと思って、めっちゃおもろかった。今日も一人なんですよ、今日も一人になったんですよ、いいんですよ、全然いいんですけどね、面白いわ本当に。
もう隙を伺ってた。あのみんながさ出ていくからさ、ドアからで、ドアの向こう側にそのスタッフさんがおってさ、あどのタイミングで入ろうかなと思って、しかも割と多いからさ人数が、でその空きがないから、あどういこうかなと思って行けました、無事。さすがに今日でも一人やねん、で同期一人で先輩一人やねん、だからもしかして隣と思って、もしかして隣に先輩一人おるって緊張してる。しかもほぼ喋ったことないからさ、気まずなったらどうしようと思って。その先輩もさ楽屋行くってなったらさ二人で行くんかなとか思って、緊張するんですけど。名乗ったでちゃんと。しかも昨日さ学校帰りやったからさ、めっちゃ大急ぎでさメイクしてさ、もうしかも髪の毛って絶対車でできひんやん、からでもメイクやったら車でできるから、もうメイクを車に置いとこうと思って、車でやる分に置いとこうと思って、でさっき髪型とベースだけやって、で授業はちゃんと受けた、最後まで、で最後まで受けて終わった瞬間走って帰った。でそのまま朝やった髪型のまま、あれ行けたらいいなと思って舞台に、なら時間短縮やなと思ってさ、その行けそうな髪型にしてたのにもかかわらず、結局なんか違うってなってやり直したっていう。朝の時間なんやってん、その髪型悩みに悩んでめちゃめちゃ頑張ってんけど、それで上の空やで、もうあれやもんホームルームかな、うん、ホームルームの時ももうずっとそわ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 してて、あもうついに来てしまった、マジさんのこれの時間や、一人で行かないといけないと思って緊張していました。ポコさんの頭が見える、写真また見せるわ、ポコポコが今こっち来てくれたら見せれる、可愛かったアンジュさん、パコパコ、あんた可愛い顔してんな、トリミング行って余計に可愛い顔が際立ってますけど、私はあのもじゃもじゃの方がもじゃもじゃもじゃってしやすくて好きやで、その可愛い顔もいいけどな、どっちもいいと思うよ、私はどっちでも可愛いと思う、ポコちゃんはボサボサやってもモニョ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 ってできるのが可愛いし、今みたいにちょっとな髪の毛切って縮こまっちゃってたら、あのもやもやってしがいがないねんけど、でも見てるのが可愛いからいいよ、うちおいでよ、そんなとこで丸くなってらんと、可愛いな、何よ、今もまんまるやな、目力勝負する、何やねん、可愛いポコ、可愛い、こっちおいで、おいでポコ、何くつろいでんねんそこで、こっち来いよ、あんた鼻でかいな、かわいいな、まんまるだね、うーん眠いの、お眠なの、あんた一日中寝てるやん、だるま、かわいい、かわいい
いすぎ。はあ、かわいい。寝てやがるで。私のことを無視して寝てやがる。それでさすが愛情深い。そうですよ、負けないですからね、愛情深さは。差がなんか一個多かったな。え、だって寝てるもん。寝てるから起こしたらかわいそうやで。え、逆にマジさんが、いやいやもうこんといてほしい。自分が絶対ないけど舞台ってなったら来てほしくない。え、メイク終わってない。全然終わってない。いや、ポコがかわいすぎて。え、来てほしくない。恥ずかしいもん。こんといて。来るとしても事前に伝えんといてほしい。え、だって来てるって思ったら探しちゃうもん。だからもう来んといてほしい。え、来てくれたら嬉しいけど、後で会うのは嬉しいけど、見えてもらう時がすごい恥ずかしいから。しかもさ、その初心者とかの人やったらさ、普通に分からんと思うからいいねんけど、あれよ、アンジュさんとかやったら来んといてほしい。だってなあ、そんなんよう知ってる人やん。から、いやいや、実際出てる人やし、嫌です、来ないでください。やるわけじゃないしな、まだ決まってもね。1列目の真ん中に、え、嫌や、嫌や、嫌や。公園とかでも嫌かも。来ないでください。私は、え、フィロソフィーとかめっちゃ気まずいやん。あの、え、もしさ、ビーツ、今のビーツ公演で会わんかったから、アンジュさんと曲中一回も。だからおらんと思ってた。これで終わって、あ、そういえば今日アンジュさんおるってなってさ、あ、おったんやってなった。たまに目が合ってこっちみたいな感じやからさ、まだいけんねん。でもさ、ずっと見てます、ずっと踊ってますは無理よ、さすがに無理です。逆に力を発揮できる。ああ。いや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 。一瞬ああってなっちゃったけど。そんなわけない。いや、緊張したらだって動かれへんくなるタイプの人間やで。待って、上ラメ塗るの忘れてたから、もうこれ伸ばす。GSGK でほんまに一緒になってほしい。誰か言って。で、何の話だった？シャンレでも？私いつもあやぴょん割とあの、あ、したい。それは、それはしたい。いい。え、でも可愛い衣装着てるアジさんの。じゃ、黒いいけど、まあまあまあ楽しみにしといて。まあ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 、まあ、あー、左目が乾燥してきた、ちょっと待って。右目やってるのに左目が乾燥してきた。こう言っちゃったら、その続きはこうしようみたいな文法がおかしくなったらさ、気持ち悪って終わるやん。なんかどんな言い回しパターンを考えてからやるんですよ、私は。でさ、めちゃめちゃ喋る人やったらさ、うんうんうんってなるからさ、いやいや、わかる。でもアンジュさんは別にギュッてしたくないねん。ギュッてしてほしくない。そこにおってほしい。そこに立っといてくれたらもうかわいい。潰したくなる。私は基本あしていいですか、あんねん、この鉢植えなのか全部取るのかみたいな。でも全部取った方がいい。前髪爆発してる、横から見る、ほら。私別に真剣なくていい。あ、彼女どうなんやろな、おるんかな、おらんのかな。柔軟剤は返したけど、どうなのかな。あの人ありやから、2個買ったまま捨ててないから。売るとかしたらいいのに。のがかわいそう。
かわいそうとか言って言うねんけど、嘘でまだ確定じゃない。だってあの人嘘つくもん、いつも。だから捨ててないってこと。元カノとマグカップとかも置いてるもん。そんなん言わんといてあげてよ、かわいそうやって。さすがにペンギンやからってかわいそうやって。そんなん言ったら泣いちゃうで。ペンギン泣いてて来れないですとかなったらどうするんよなあ。あなたが言ってんねんでって。え、そうなん、私が言ってんの。そんなわけないやん、こんな優しい黒島ちゃんが、ね、言うわけないやん。あり、あ、信じられない。あ、そうなん。友達が多分ペンギン先生に聞いたんやろな。それをな、嬉しそうにな、次の日か分からんけど言うてて。だから有名やで、もうこの話はペンギン界では有名、人間界ではそんな有名じゃない。やっぱり外の世界に出るとね、一気にね、狭くなるんですよね。斬新なヘアスタイル、あー、いい君だと思っちゃいます。えぐいな、えげつない人間性出てるな。え、どうしよう、何がいいと思う？リクエスト待とう。いやん、危ない。洗顔がペンギン界隈、そうで、可愛かったな、アンジュさん可愛かったな、可愛かったな、可愛かったな、やばかったな。なんかさ、マグカップ捨てへんのはわかるけどさ、なんかベッドはさすがにさ、あの、どけてくれませんかね。あの、狭ない2個も置いてたな。1個ならわかるよ、全然。1個の大きいの買ったんやったらわかるけど、2個買って置いとくんはなかなか広い部屋なんですかね。邪魔じゃない？いや、マグカップはいいよ。え、捨てるんじゃなくて売ったら？家でかいよな。そんなのいる？ちょっと次やな、今日。で、マグカップも？いや、マグカップはいいやろ。っていうか、髪型のリクエストしてよ。それ待ちなんですけど。え、洗うのも2倍ってことやろ？めんどくさ。二段ベッドにしても邪魔じゃない？縦にでかいんか。ハーフツイ、この服にやで。ちょっと待って、そんなただただ見たい髪型言わんといて。この服に合うので言ってや。名前は聞いたことあんで。で、この後ろの髪の毛は邪魔なのでまとめます。で、くくります。判定が参ります。これのことを耳掛けと言います。テストに出るので覚えておきましょう。ここら辺ですね。左右対称にしましょう。の方が綺麗になります。
ついでにアホ毛も抑えましょう。オッケー、耳かけで、若干気になる向きの毛をもう一度ストレートにします。もう完全に私余韻でさ、もう緊張感ゼロなんやけどさ、もうちょっと緊張するべき。前髪やります。何も見えへんな。いやん、めっちゃ姫カットみたいになったな。別に姫カットではないね。あ、お母さん帰ってきたかな。せっかくやから姫っぽくしとこう。昨日からここが分かれてんねんな。昨日も思ってんな。昨日さ、アンジュの舞台さ、昨日行った人がメンバーの中でも一人やったっぽくてさ、嬉しい。二人
人で喋ったから嬉しい。できたー、リップ塗ろう。ちょっと待ってな、いけるかなこいつら。で分け目気になんねんけど、もういっか、もう一回だけ切る。あやむにゃん、緊張したけど、なんか最後シャンプーやったからよかったね。よし、下着替えて TikTok 撮ろう。昨日なぁ、いやなんでもないやっぱ病んでた。おはようございます。リップ塗る今から。伸びたくない、髪の毛気になるやん。いや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 、なあ喋るわ。あ、違う、これじゃない、このリップじゃなくて、なんか違うのがねあるんですよ、もらったやつ。親戚がお誕生日プレゼントにくれたリップです。お、塗ったことがないので塗ります。かわいい色。色ついた。あ、どうしてなかった。よし。じゃあいいや。ちょっと座ろう。座りたい私は。ちょっとここ戻ってくるから電気つけとこう。超ストレート。今日はなんか姫カットっぽくなってたから、姫カットっぽくしました。
リップ初めてのやつ。これはなんていうのな、ティントになるのかな、普通のなんていうの、わからん。終わりまーす。ランキングを読みまーす。かわいい。ちぎりたい、やばい。ちぎりたいは初めて聞いた。ちぎりたいはないかもな。潰したい、食べたいはわかるけど、ちぎりたい初めて聞いたな。グロない、ちぎんの。そうやったら一口で。ああ、ランキング読みます。テューティー動き入らない。よし、まーす。はい、よし、いつもの画面に戻りましたね。13位、ありがとうございます。5位、佐藤くんさん、ありがとうございます。風間ゆげさん、パリス。1位、伊達ちゃんさん、どうもどうも。今日は絶対行くからな。絶対行く。さよなら。バイバイ。かわいかった、アンジュさん。あー、かわいい、かわいい。